段剧情是主线剧情的补充和回顾，并有大量的任务奖励。でかい口を叩くなよ。お前に真のコスモを見せてやる。フッ、クロスはギリシャの偉大な遺産だ。日本人などに渡してたまるか。子龙加入队伍了，进入备战，将他上阵。已经获得的斗士可以上阵，上阵的斗士会根据速度进行行动排序，行动的顺序会在头顶显示。斗士有速度这个属性，并且根据速度值的大小来决定出手顺序。拖动卡牌，将紫罗布置上阵。言ったはずだ。全ては友情のためだと。いいぜ。金矢和子龙相互击败，在战斗中，当其中一方发起普通攻击时，会有另外一人前来协战攻击。让我们试试触发子龙与星矢的邪战。これだ。この身を八つ裂きにされようと、俺はアテナを守る。收集相互有羁绊的斗士，普通攻击会触发邪战攻击，同时还会有属性加成的效果。记得合理搭配上阵斗士。これでどうだ。投入能量点才能使用技能，每回合能量点会自动回复。技能会消耗能量点，能量点的消耗会显示在图标右上角。很棒，你已经学会了使用能量点合理战斗，记得在今后的战斗中活学活用吧。痛めつけてやる。負けてなるものか。一つずつ落としてやろうか。カシオス、
でかい口を叩くなよ。お前に真のコスモを見せてやる。いいぜ。セイントの証であるクロスを授ける。セイヤ、今度会った時にはただでは済まさないよ。你已经熟练地掌握战斗了，介绍些朋友给你。